はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。そういうことで今回なんですけども、はい、ちょっとまた初登場になりますけども、はい、川島英吾さん。おお、これね、はいはい、なんか僕生放送やったっけ、なんかどっか動画でちょこっと歌ったりたまにしてたからいつですか、何やったっけな、なんかそう目立たぬようにっていう、ああ、なんかどこかで僕はちょっと口ずさむことがあったんで、あ、思い出して、あ、そうでした、川島ね、コメントで川島英吾さん良かったですよねっていうのがあって、あ、そうやそうや、俺もでも川島英吾さんのこのなんちょっとなんちゅうの独特の世界観、はい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 、なんやろ、夜の街っていうか夜の街でもないねんな、もともとフォークソングなんで、お、そうなんかその世界観、川島英吾さんの世界観がこの、はい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 、もう全部知ってるわけじゃないんですけども、はい、僕もまあ有名なやつしか知らないですけど、はい、なんかいいなと思って聞いてた記憶があるんで、その中からですね、そう、僕らもそれね考えてるんですよ、目立たぬようにまあ目立たぬようにあのひっそりとやろうかいなっていうのがあるんで、ちょっと面白いなと思って、はいはい、今回は時代遅れという、ほう、時代遅れという曲を初めて聞きます私、はい、はい、これオリジナルのシングルのバージョンかな、はいはいはい、はい、じゃあこれをねちょっと川島英吾さんの時代遅れをちょっと聞いてみようと思います、はい、はい、いきましょう、これかな、酒がよく出てくるんですよねなんか似合いますね、酒っていうワードとこの声が世界観がやっぱり規模は大きくないですよ、うんうんうん、控えめっていうこと、おっなるほどな、おお、酒場の隅に置いていく、知ってる、似合わぬことは無理をせず、そう、かっこいいでしょこの曲、いい歌い手さんですねこの方、うん、そのテクニックとかちゃうね、いい歌い手、なんかこう感情揺さぶられますよね、わ、いい歌い手さんやな、残念ながらね48歳の時に亡くなられたんですけどね、あ、亡くなられてこの方の存在知ったんですよ、うん、私、あ、こういう方いたんだっていうのでね、うん、こういう雰囲気の歌もう超似合うんですよ、うん、うまい、寡黙な男の心のささやきみたいなね、うん、そうね、この表現があの不器用な感じがいいですよね、うん、あーかっこいいな、あ、ここめっちゃよう聞くわ、うん、あー歌詞ええな、これうちのモットーですからいや、ほんまそうですね似合わぬことは無理をせず、この決まるとこの声めっちゃええですね、うん、うわー、このちょっと孤独感出てるでしょ、そう、そう、声がね、ちょっとこう寂しいお声されてるんですよね、うん、でも歌声にこの感情を乗せるのめちゃくちゃうまい方ですね、この、うん、なんていうんですかね、なんかね、その周りの背景とか、うん、そうそうそう、自分の孤独感とか、そう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 、孤独だけどもこれでやっていくっていう感じの、なんかあの、うん、意志の強さとか、うん、なんか声の芯がかなり強い方ね、それでもね、やっぱりきっちり表現できてるというか、うん、でもなんかこの方本当にそのまんまの表現なんでしょうね、そう、まんまですね、まんまなんですよ、何の脚色もつけない、そう、どまっすぐな声されてるんで、だからこそ打たれるっていうのはあると思うんですよ、あの歌のね味付け一切してないんですよ、ないんですよ、川島英吾さんってまんまその
そう多分いつものまんまやと思うんですよ。そうお人柄がすごい出てる声に普通ちょっとここしゃくってみようかなとか うまく歌ってみようかなとか出るもんです。エロ心が出るんですけど、エロ心が出るんですけどちょっとうまく聞かれたいから人って全くそれのない人なんですよ。だからもう、ね、フォークソングってこれよなと俺思ったよね。あうわでもええー、味フォークソングかっこよく歌おうとしたらもうダサいもん。うんうんうん。だから、うん、フォークソング、この人はもともとそのフォークですから、これちょっとなんか歌謡曲寄りになっちゃってますけど、でもフォークソングですから、うん、やっぱりそのストレート、歌い飾らない、ほんまこの飾らない。ドストレートやないですか、ドストレート。だからね、この川島英吾さんの曲のいいところってそこやわと思って。本当にまっすぐなんですよ声が。これでも一人で飲み屋でカウンターの飲み屋で、はい、これ泣いてまうわ。有線で流れてみ泣いてまうわ。やばいよこれ泣いてまうわ。本当にここまでドストレートな歌歌われる方もまあ珍しいですよね、うん、僕もあの川島英吾さんそんなめっちゃ聞いてたわけじゃないんで、本当テレビとかそういう別のとこから聞いてたんで、なんか CM ソングで私これ聞いた記憶があるんですけど、まあ CM でもやってましたね。ですよね、うん、むっさい歌です。お酒の CM やったんちゃうんかな。あかもね。でも私川島英吾さんってお酒の歌が多いから。そうで川島英吾さんの歌って私あのモノマネされてる方の歌をメインで聞くことが多かったんで、ここまで心打たれる歌を歌われてるっていうのって知らなくて、今日初めて聞いたんですけど、これも男性の心わしいじゃないですか。どう考えてもダンさんもちょっとこの脳みその半分男の、いや半分男なんで、半分以上男、半分以上男なんですけど、いやこれは来るわと思って、このなんかまっすぐさってすごくこう男性って打たれるじゃないですか、心ね、うんうん、そうそうそう。ほんでこの酒と男とっていうところがもうぴったりすぎて、で、あのこのしみじみ感、そうで、そう、この状態って当時の、うん、サラリーマンってめちゃくちゃ当てはまってたんですよ。あ、共感する人が多かったと思うんですよ、うんうん、今もやと思うんですけど、ね、今もですよ、うん、一人でやっぱりね、もう家で そんなにこうわちゃわちゃせず、うんね、寡黙で、ねね、で何やろ、正義を貫くじゃないですけども、まあ、人のことを思い続けて、うんうんうん、ね、家族を大事にして、で自分は、うん、まあ何かあればカウンターの飲み屋行って一人でしっぽりと飲むという、うんうんうん、まあ、なんかそのしみじみ感がめっちゃ出てるなと思って、でこういう人ってでも実際にいっぱいいたから、うん、そうですよね、でそこに共感を読んだのもあるんやろうけど、いやこれでも今聞いてもすごいこうなんか、なんかもういや綺麗に歌おうとしないところがもう最大のポイントです、うん、この方の歌は、この歌の通り、そう飾ってない、そう飾ってなくて、なんか時々垣間見えるなんかその不器用な雰囲気ですよね、うん、そこがなんかやっぱりちょっとグッてわしづかみされるんですよ、うん、もう特にこの最後のサビのもう声張り上げるところとか、なんかもうすごい頑張ってるねん感がめっちゃ出るんですよ、うん、そうそうそう、気持ちが、でもその逃げない張り上げ方、うわーっていう感じで歌うところがなんかもう涙出そうになるっていうね、これね、すごい、ある意味僕フォークソングの究極系やなと思うんですけど、ね、いやだと思いますね、この方歌ってるの言霊飛ばすのがうまいです ね、うん、ですね、言霊、うん、本当に言葉に魂乗せて飛ばすのがうますぎるんで、これちょっとあの性別は違いますよ、うん、めっちゃ参考にさせていただきたいです。私ランさんとか特にそうやね、はい、そのランさんもその綺麗に歌うってあんまり不器用やんか、不器用ですね川島イズムをちょっと、いやあの参考にさせていただきたいです。これね、人の心を打つ歌って、まあ私にとっては結構好きなテイストの感じの歌なんですよ。いやあのすごく迫力があって、もう有無を言わせずぐらいのなんか美しくて綺麗な歌とかでも私は涙できるんですけど、私そこに行けないので、この川島英吾さんやばいっすね。いや本当になんか魂の入れ方、そうなんですよ。うわこれちょっとあのぜひともね、ちょっともうどっかの爪の一部でも何でもいいんで、うん、ちょっとね
煎じて飲ませていただきたいぐらい。これ本当そうなんですけど、決して綺麗な歌い方されてないんですよ。そう、でもね、でもなんか伝わるもんが多いよね。伝わりますし、引きつけられるんですよ。なんかどうしても聞いてしまうお声なんですよ、うん、これさっき言った通り言霊なんですよね、うん、聞いてしまうっていうか、パワーがすごいんですよ、この声のパワーが。なんか勝手に磁石みたいにここうーんってなりますもんね、聞いてたら。 YouTube 企画でやりたいわ。あの居酒屋に許可取ってさ、カウンターのさ、はい、居酒屋で急にこれ流したらみんな泣くのかなみたいな。絶対泣くと思う。ちょっと酔っ払うぐらいの時間に、ねね、川島英吾さんシリーズで、うわーやばいで、うわなんていうんですかね、サラリーマンのちょっと年配の方とか、うん、響くよ。でもね、叫んでないんですけど、なんか叫んでるように聞こえるっていう、ね、不思議でしょ。不思議なんですよね。そのガーってやってるんじゃないね。そうでも、ね、でも、うん、心はなんか、うん、そうそうなんかそうそうなんですよ。わ、こういう表現される方って、いや俺もなんか久しぶりにっていうか、ちゃんと聞いたの多分初めてかもしれない。いや私天才だと思います、川島英吾さん。音源をちゃんと聞いたのって、天才この方。これね、曲もすごいよね。そうですよね。いや天才また新たなものにエイランさん目覚めてしまった。いや天才です、本当。時代遅れ、そうそう、これ名前がそうなんですよ、題名がわからなくて、この前コメントで時代遅れって書いていただいてたんで、あ、そう、名前がそうやったんです。そこも知らんかったんですよ。でこれ、なるほどね。でもよく耳にはしたよねっていう曲なんですよ。うんうん、このサビ聞いた瞬間私、おーっとこう思って。でもちゃんと聞いてみようかなと思って今回ね。うん、この歌もね、ちゃんとストーリーがあって、うん、だからこそ余計に感動するのかなって。そう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 。私このサビだけ聞いたら、あ、なんかすごくキャッチーなメロディーだなっていう風な感じで聞いてたんですか。うんうん、これ最初から聞いてるからこそここまで感動するんでしょうね、うん、すげーみたいな。作詞が阿久悠さん、うわ、作曲が森田浩一さんということですかね。すごいな、これやっぱ曲はすごいな、すごい、はい、ということで今回ちょっと新たに川島英吾さんをやってみましたけど、またなんかちょっと新たな発見がありましたね。衝撃でした、はい、ということで、これぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ、ありがとうございます。いつもこっちで振ってるんだな。はい、来年2023年2月4日土曜日、はい、なんと我々ルームさんが東京銀座でワンマンライブをすることになりました、はい、チケット発売中ですので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでまだちょっと新たな開発できました。いやちょっとね、でもね、私がなんかこうぼやっとしてこうなりたいな、こういう歌手になりたいなって思ってってる像があったんですけど、うん、なんかちゃんとしたモデルになる人がなかなかいないなっていうふうに思ってたんですよ、ぼやーでして、はいはい、おったと思ってここにいた、具体的な例がおったと思ってここにいましたね。いやでも本当今日なんかもう脳天に稲妻走った感覚ですよ、私この歌聞いて。おい、やばすぎやと思って、ちょっと今涙目になってる、涙目になってるほんまに、いやこれが私の探し求めていたものだっていうのが、なんか歌の先生はさ、歌の先生はそれはもちろんひろみさんなんですけど、なんかこのなんていうんですかね、魂っていうか、うんうん、魂をぶつけるでもないねな。そうなんすよ、控えめやね。そうなんすよ、この塩梅はすごいよ、うん、うん、塩梅、うん、こう魂で行くんだではないっていう、うん、そう、込めすぎず込めなさすぎずなんですよ。でもめっちゃ伝わるっていう、このなんかちょっと素朴さというかね。そうでもね、なんかこう、あ、本当にこの素朴さとなんかもうストレートに表現するっていう感じが、うん、なんか私には全然こう、うん、向いてるかな、向いてそうかなって思っちゃった、うん、だってあなた感情的じゃん。そうですけど、そうですけど、
るし泣くぐらいなんで。ねえ、感情的やからこういうの合うかもしれないよね。これでもすごく参考になると思います。俺もあの今日ちゃんと聞いたんですけど、すごく参考で、俺もちょっと泣きそうになってたけど、我慢しました。あのね、えらく私はもうびっくり感動、うん、驚き、なんかようわからんけど、この方ね、ほんで大阪府東大阪市出身、大阪府立花園高等学校、ああマジっすか。ああなるほど。大阪市。晩年は主要縄手に住んでいたとね。まあ関西の番組とか時々ヨーカルとか出てましたもんね。あ、そうなんですね。大柄です。そうそう、182センチ、体大きいの私覚えてましたよ。そうそう、大柄な方でした ね。残念ながらちょっと48歳でも亡くなりないというのもあるんですけどね。早すぎましたね、本当に。いやでもちょっとじゃあまたいろいろやってみましょう、川島英吾さん。いやもうちょっと分からなかったんでね、奈々さんの反応がどうなるかっていうのは。いや今日はちょっとすごい出会いを果たしたっていう気分ですよ今、うん、たまたま僕がこのフレーズをちょこっと動画の動画で口ずさんでて、ねね、そこにコメント で川島英吾さんの時代遅れ、何やったかな、そういう曲忘れてましたと。あ、でも改めて今考えたいい曲みたいな、なんかそういうこの時代遅れという曲を思い出していい時代だったなとか、なんかそういう感じのコメントやったと思うんですけど、あ、そうなんやと思って、いや時代遅れと曲ね、で僕もサビしか知らないから、で今回ちょっとちゃんと聞いてみたんですけど、やっぱこの人すごいなと思った。やっぱりみんなが すごいっていう意味が分かりました。あんまり分かってなかったけど、僕も、まあ申し訳ないねんけど、ちょっとなんかもう もう手かれたじゃん胸いっぱいですほんまに。なんかいろんな曲出されてるんで、まあね、またこのやっていきたい。新たな表現の仕方する方なんでね、ちょっとそうか、今あんまりそうなんですよ。ここの動画でもフォークソング系触れてないですもんね、はい、そう、新たな表現方法出てきたと思っても、なんかほんと今脳天疲れてちょっとぼやーってしてますもんね、頭抱えてまうぐらいこれあのあれあるんで聞いてください。まずじゃあ、はい、川島英語で検索して、はい、配信されてるんで。一人で聞いてたら絶対泣きそうやな私。一人でちょっと、ね、酒飲みながら、ね、お酒飲み絶対泣くわもう再現してどうすんねん、絶対泣くわもう目立たぬ。これちょっと私が反応するやっぱ、頭の中ちょっと男の人ですね、ほとんど ね、 ですね。あんまり女性ももちろん反応しますけど、うん、一発でそこまで反応するってやっぱりちょっと男性のですよ。いやなんかね、いやええこと言ってるしな、ほんで歌詞で。そう、ほんまにええこと言ってる。時代遅れの男いない、ね、今時じゃないと、ね、もう今そんなやつ古いでって言われつつも、俺はこれでを貫くんだっていう意思じゃないですか、ねね、これ似合わぬことは無理よ説やから、目立たぬようにはしゃがぬように似合わぬことは無理です。私のなんかもうね、心のバイブルとしてそばに置いといてぐらいの勢いで、人の心を見つめ続ける時代遅れの男になった、言うたらまっすぐな人っす ね、はい、いいですね、てな感じで、はい、久しぶりにまた奈々さん泣きましたと。すいません、もうすいません、はい、ということで、はい、お仕事でございました。ありがとうございます。
秋の風の流れに向かい始めた僕たちは寒い